りしております。あっこのいい加減に旋回ですが、今週は、まあ、さっきも言いましたけれども、はい、11時台でクイズ和田オネアをやってしまいましたので、はい、この12時台はいつもと違う内容でお送りしておりますが、こちらのコーナー参りたいと思います。名曲ディスカバリー。このコーナー、名曲のオリジナルとカバーの聴き比べです。ディスカバリーには発見という意味があります。オリジナルとカバーを聴き比べることで新たな音楽の発見をしましょうということでこのタイトルなんですね。今日は先週の放送を聞いたリスナーの方からのリクエスト、というか要望にお答えします。そのメールをまずご紹介しますね、はい、江戸川区の53歳のドライバーの方、はい、ラジオネームドサンコリバティさんですね、はい、アッコさんこんにちは。こんにちは。そしてアッコさん笑わさないでください。何？先週の名曲ディスカバリーのコーナー、はい、このコーナー好きなんですが、はい、カルメンマキさんとカルーセルマキさんを間違えた時に大笑いしました。そうですよね。うちの、 あのスタッフもよく、あの現場じゃないスタッフ、このラジオ聞いてんですけど、はい、マキさん勘弁してくださいよ、カルーセルマキさんは紅白には出てません。微妙な間違いなんだよね。カルメンマキとカルーセルマキ、名前似てますね。確かに。ただこの間違いで大笑いしたと。はい、私も本当に笑いました。そこでお詫びに、はい、カルメンマキさんの、はい、時には母のないこのように、あ、このカバーを探してかけてくださいという、あ、なるほどね、要望がありました。はい、これにお答えしたいと思います。なるほど。今週はカルメンマキさんの時には母のないこのようにの聴き比べをお送りしようということで。なるほど。ですから先週もちらっと触れましたが、カルメンマキさん、はい、現在61歳でいらっしゃいます。お父様の方のおじいちゃんがアイルランドの方なんですね、うん、でおばあさんがユダヤ系のポーランド人 で、 でお母様日本人という、クォーターだったんじゃん。そうなんですかね。すごいね。で1968年詩人の寺山修司さん主催の炎上桟敷の舞台に感銘を受けて入団を決意、うん、で初舞台の時にレコード会社の関係者の目に留まって歌手としての契約、うん、そして時には母のないこのようにでデビューするんですが、うん、寺山修司さん作詞ですね。17歳ミリオンセラーを達成してこの年の紅白歌合戦にも出場と。はあ。ということで、はい、後にジャニス・ジョプリンに影響を受けてカルメン・マキ&オズを結成、ロックバンドとして活動、現在も音楽活動を続けてらっしゃると。へえ。まだ続けてらっしゃる、はい、今年4月にはニューアルバムもリリースされたそうです。ああ、そうですか。へえ。懐かしいな。この曲懐かしく聴く方多いでしょうね、はい、それをジーパンで歌われたから大変だったの。先週確かこそジーパンがどうのこうの話だったと。紅白にジーパンで出るということがっていう話ですね。そう、はい、それではその曲を、間違いなくカルメン・マキちゃんね。間違いないです、はい、1969年のミリオンセラー、カルメン・マキ、時には母のないこのように。懐かしますね。同じ歌でもこんなに張らずに歌う歌もあるんですよね。一生声枯れない。あゆちゃんと一緒ですよ、石田ちゃん。待ちに待ったのはとても綺麗なのに残す、ルーメイトの子はずっと枯れ。大変やね。本当ですね。待ちはいいよ、こんなの響けそう、響けほどかよ。はい、はい、そうですよ、そうですよ、はい、いやでも穏やかでいいです。カルメン・マキさん1969年の大ヒット曲でした。はい、はい、でこれ美空ひばりさんがカバーしてるバージョンを、びっくりしました。いたします。ひばりさんってこの番組でよく取り上げますけど、割といろいろカバーされてるんですね。そうなんですね。本当にこの名曲ディスカバリーのコーナーで探してみると、うん、こんなに幅広いジャンルをカバーされていたんだと。そうです、ね、改めて感じますね。素晴らしいですね、まあ、森山良子さん、加藤登紀子さん、吉井久蔵さんなど、うん、数々の方がカバーされてますが、うん、やはり今回ひばりさんのバージョンをお届けしようということで。聞いてみたいですね。1976年に録音されております。36年前、ひばりさん当時39歳。はあ。ということですね。こんな言い方したら失礼ですけど、ひばりさんコロンビアレコードですよね。で、よっぽどのことがない限り、私嫌だわこんなの歌わないとかね。だってもう30、お年になってからみんなが勧めるとかね、ひばりさんこういうのもいいっすよとかってあるけど、39歳ですね。39歳だったら自分で言
なって思われたのかもわかんないし、ね、そうですね、もうこのままひばりさん大御所も大御所ですもんね。いやもうずっとですよ、あの方は。そうです、あの方はずっと大御所です、はい、そのどのようにひばりさんが歌ってらっしゃるか、はい、聞いて